日本語ラジオ三百六十五、一期一会。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日も昨日に引き続きネットスラングから一語皆さんに紹介します。皆さんは犬という言葉を聞いたことはありますか。聞いたことのある人はあああれねなんてきっと思ったことでしょう。 聞いたことのない人も絶対に知っている単語ですから意味を想像できるかもしれません少し考えてみましょうかヒントはよーく字を見ることですどうでしょう何か思い浮かびましたかではここで正解の発表です間にある「つ」を消してみてくださいもう分かったでしょう そう、犬のことなんですね。最近はネット上や SNS でのやり取りでは犬のことを「いぬ」なんて言ったりするそうなんです特に若い人の間でよく使われるので年配の方はあまり知らない言い方かもわかりません「いぬ」と使うとただ単に「犬というよりもなんとなく「 犬に対する話し手の愛情や、話し手が犬に感じている愛嬌が伝わってきますよ。例えば、うちの犬、かわいすぎわろた。うちの犬の寝相がやばいけん。暇だからうちの犬の動画あげとく。というように使います。ちなみに、猫のことも同じように、ねっこ。 というように言ったり、もしくはぬこと言ったりもしますよ。どうだったでしょう。皆さんの国でも、今日紹介したいぬのような呼び方はありますか。また、ぜひ教えてくださいね。ところで、例文の中で w. W. という記号を使いましたが。そちらについては、昨日の。 第192回「草を生やす」の放送でお話ししていますから気になった人はぜひ聞いてみてくださいね最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう良い一日をまたね